というわけで幸丸さん、はい、令和に向けてのメッセージ、はい、なんか、ですね、私が感じているのは本当にやりたいことって隠してるんですよ自分にもと思ってて、それはやっぱり幸丸がいきなり芝居をやりたいって言い出した時に、あれなんかあったな、なんで気がついたんやったっけ、もう芝居をやりたいなんて一切なかったよね。だって去年一昨年天の川伝説っていうミュージカルを作ったんですけど、私と彼女と2人で、でもその時に今まで芝居とか見たことないしとか、全然見たことなかったの、興味もなかった、だからあれもなかった、嫉妬も湧いてないし、なんかびっくりした、嫉妬も湧かない、嫉妬普通湧くじゃん、なんか自分が本当に奥底にやっていたかったことを見たとき、なんか感情が動くはずなのに、私去年の天の川では全く動いてないよ。で、すごい本読みオーディションで本読みをやってくれる人がいないから、頼んだら棒読み、しかもなんかすげえ 3,4 分待たせて、プロの人たちをちょっと待ってください覚えるんでって言って、覚えて1行だけ言ったのに、もうそれがなんかズコーってなるぐらいなんか下手くそすぎて、もうみんなになんかドン引きされたっていう、なんかそれが去年だったんですよ。でもその時も別に女優をやりたい演じたいみたいなのが何の、あ、絶対無理と思った、あ、こんな読み方で私がそんな女優とか、あ、なりたいとも思ってないから、なれるわけないとも思わんかったし、それがなんで なろうと思った、いやだから結局玉ねぎの皮みたいなもんだと思ってて、うん、なんかどんどん向けてくると、どんどんなんか知らない自分が出てきて、そのフェーズになんか入ったのかなって、うん、去年はまだそこになかったから、もうなんか見つけれてもないみたいな感じだと思う。そうなんですよ、だから嫉妬したらまだラッキーなんですよ。そうなの、そう思う、私がさっき言ったみたいに秋元康さんに嫉妬、秋元先生に嫉妬したらラッキーなんですよ。だけどそれさえしないで押し込めてる望みがあるんじゃないかと。で、私が感じているに、令和の時代はそれを自分の中から出して表現するとものすごい勢いで、なんていうかな、調和が取れる、それは社会、なんか世界と調和が取れるって感じがしてるよね。でもそれはさ、どうやって見つけたらいいか。いやだからその段階で、要は玉ねぎの、外側の段階で感情が動くものは必ずあるわけで、わかるかな、うん、だからその段階のものをちゃんとキャッチするっていう。だから去年は私は芝居は引っかからなかった、うん、全く。でもミュージカルの制作はしたい、書きたい、だからまずそれをやったり、そうです、そういうことです。ミュージカルの制作っていうことを、イベントとかミュージカルを作ってる人にはめっちゃ嫉妬が湧いてたよ、はい、私もなんかやりたいみたいな、そういう舞台を作る側がいいっていう嫉妬が湧いていた。だからそれをなんか天の川に関してはちょっと違うけど、イベントに関してはもう完全にそうね、うん、自分でやりたいみたいな、うん、その小さなやりたいを無視しない。だからダンス留学もいきなり行ったもんな、いきなり行ったロスにな、うん、いやでもそれでなんか人生がそれこそ好転し始めた、またっていう感じですね。で、私がその時にすごく印象的だったのが、ロスにね、ええじゃないか大賞の打ち合わせで行ったんですよ。そしたらその時にね、サジマルが言ったんが、いやマジでロスに来てよかったって言って、私ロスに来てなかったら、さっき上がってもらった愛ちゃんに嫉妬してたわって言って、で愛ちゃんがその時なんか大分の別府でカレー屋さんを、めちゃくちゃ素敵な自分の魂の仕事をしとったよね、ものすごい集中力で。で私もすげえなーと思ってて、そしたらサチマルが、自分がロスに来てなかったら愛ちゃんに嫉妬してた私って。絶対出てたと思う、あれはね。だからなんか隣にいる人とはなんか互いのタイミングで同じような格のなんかものを多分着手するんですよ、ペースが一緒だから。だからどっちかのペースが遅れたりすると強烈な多分嫉妬が湧くから、そういう時はなんか離れるとか、なんかそれこそブロックするとか、そういうことせずに、あ、なんか自分の中でマジで掴んでない真ん中のものあるなみたいな、超チャンスなんですよ。だからそういうの出たら、なんかあるぞなんかあるぞってワクワクした方がいいっていうか、自分の中に。そうなんですよ。だからさっき私が魂のかけらっていう歌を、作詞をしたんですけど、秋元康さんにも先生にも出たんですけど、幸丸にも出たんですよね、うん、でじゃあそれは何なんだと思ったら、やっぱりなんか踊りたいとか表現したいとか、そういうことだったような。だからそれを自分の中でこう押し、そのなんか幸丸クソみたいな気持ちを押し込めてると、もう一緒にいられなくなって、そう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 、もう去るしかなくなっちゃうよね。でも私はなんか多分いっぱい起きてるんじゃないかな今。結構こういう
今そういう人間関係が多分ね多発してるはずなんですよ。私の推測で言うと、そんなことが周りで起きてるよってちらって、あ、言いづらい、隣の人とね、そうかもしれない、言いづらいね、言いづらいよね、言いづらいよね、だからね、だからね、気にしない方がいい。あの今そういうのがなんか起きるよ、起きる。だってもうそういう炙り出しの時代、炙り出し、そう炙り出されとるから、うん、だから自分だけが起きてることじゃなくて全体が必ず今起きてるはずだから。それでその私がそのなんでおそのさあの瞑想中に気づいたんや、わっ、幸丸に対して嫉妬しとったって。で私は推しやってたんや。なんでかというと大好きやから幸丸に嫉妬するなんて思ってはいけないって無意識に押し込めてたんや。で瞑想でそれが出た時に、うわ幸丸に嫉妬してた、なんやこれって思って、それをもう完全に解放した時にもっと好き、あいつ歌への冒涜やって思った。え、あいつ歌への冒涜をしとるって思った。いや思わない、そう、それは全然よかった。そうね、冒涜とかは全然思わへんけど、やっぱりダンスの冒涜言われましたからね。そう、ダンスの冒涜って、あのロスに行った時に私のところのコメントにハッピーさんが嫌いです、なぜならダンスを冒涜してるからってコメント書いた人がいてアンチの皆さん残念、私もうへこたれませんからということで、あのその私のがその嫉妬っていうものを知る、あの拾って自分の中で消化させた時に、わ、私はやっぱりちゃんと自分を表現したいんだってすっごい腹決まったんですよ。でそれまではあの自分が前に出て表現しようとすると、あの皆さんご存知なことはご存知だと思うんですけど、膝に麻酔の注射が効きすぎて1ヶ月歩けなくなったんですね、この12月、まあ、そんなこと、もういいことが起きたら止める、ブレーキする、いいことが起きたらブレーキするみたいなことをずっと人生でやってきてるんですけど、もう腹決まって、あの自分の中の嫉妬を許したから、なんでそのブレーキかけてるかって言ったら嫉妬されるのが怖かったからなんですね。でも自分の中の嫉妬を許した時に嫉妬されることも許したんですね、私。でもし嫉妬してる人がいたら、チャンス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 、チャレンジチャレンジって思うようになったんで、いやちょっと自分のことマジ棚に上げて言うんですけど、マジ下手くそですよね、歌のしーちゃん下手くそやろマジで下手くそじゃないですか。でもこの人もこの前までそんなんやったのにすげえ上手くなって、だからなんか音痴親子ってなんか呼ばれてるんですけど、そう、音痴親子って言われてマジでいやでもなんか自分のことマジ棚に上げてマジ下手くそやなみたいないやマジ勇気もらうよね。いやなんかさ、リプログ見てたんだけど、うん、なんか60代の縄文さんに来てくれた人がなんか言ってたらしい、うん、あの下手くそさで人前に立つなんかハッピーちゃんに勇気をもらったって。いやうちらはねやっぱねそういう存在なんよね。いやそうやで、うん、だって それはそうやろ。そんなんだってこんな下手でさ舞台に立つの許してる人あんまりおらへんね、世の中に。確かに許可の集大成って感じですね。そうなんです、許可の集大成。いやどんだけ許可するかだけのことないあとさもう一個喋りたかった、これ喋ってもいい？何、あの恐れの保険の話、恐れにさ恐れに保険かけてるっていう。ああどうぞどうぞ。いい、うん、なんかあそうそう、あの一人で出るってめっちゃ怖くないですか？なんか何かを一人で例えばやらなきゃいけないってなった時に、もちろん人のサポートは必ず絶対に、必要なんだけど、なんてあの人がいるから大丈夫っていうのと自分がやるって腹くくった上でサポートを頼むって分かります？違うんですよ。でそれは何か どういうことかっていう と、私としーちゃんに起きてる、今回の件がすごく似ていて、私は3年前にこれが起きてるんですけど、エンタメの、ね、イベントをその年初めて私がしーちゃんが今回やったみたいに、なんかそれまでワークショップばっかやってたのにエンタメでやっていきたいと、だからエンタメのイベントを赤坂ブリッツっていうなんかすごいライブ会場借りれて、でそれであの佐藤光郎さんっていう方をあのゲストに迎えて新年会をやるって、ね、決まってね。でもうめっちゃワクワクしたんよ、めっちゃ楽しいやんこれみたいな、え絶対面白いみたいな、え超ワクワクしたのに、なんか、600席やったかなそこなのに、なんか400も確か入らんかったんですよ。でそれまでなんか満席だったのにずっとあれみたいな。しかもかわいそうなことにですよ、私が、何かって言ったら、あの光郎さんがその前月に1ヶ月前に2000人のサントリーホールを埋めてたんですよ、瞬殺ぐらいで。それなのに、え私と組んだらあれあれあれみたいな、あ私人気ないみたいな、ほんとごめんなさいみたいな。でなんか自分の無価値観がぶわって出てきて、あもうエンタメも向いてないし私ってマジ人気ないんだっていうなんか反抗されちゃった感じがして、なんかすごい落ち込んだんですよ。もうなんかどうやってやっていこうみたいな。で今回しーちゃんもあの同じことが起きてたんですよねその同じ状況
でなんでこれが起きてるかっていうと、結局あのその人が、いてくれるから自分はなんかこの辺にいたら大丈夫的な、わかります、感覚。自分がこうなるのが怖いんですよ。だから大きな存在の人をちょっと前になんか出しながら、えいえいえいみたいなのを私3年前やってたんですよね。で私はあのやってないつもりやったけど、やっぱりサチマル前に出して、水戸小物にサチマル出るからみんな来いよみたいなことやっとって、でそれに気がついて、もうやめようと、一切もう自分一人で走ると思ってね、やり始めたんですね。でだからなんかそういうことが起きた時に、私とかしーちゃんもだからなんか同じように落ち込んだよね。その人気がないんじゃないかみたいな、なんかなりがちなんだけど、そうじゃなくて、そういうタイミングは何か恐れに保険をかけてるんですよ、自分の中で。恐れの保険っていうのはどういう状態かというと、そういうこの人がいるからとか、あと会場もこういうなんかすごいね、めっちゃ面白いところを借りれたし、そしてこのキャスティングだし、これ絶対面白いみたいな、私はここにいるけどみたいな、わかります。そう、会場とかも前に出したらあかんねん。そうなんよ、自分なんよ、自分がやるんよ。だからこれで、この人とこの会場が例えばあるって言って印籠前に出して行くとさ、安心感出ません？行けるっていう自信、あと大丈夫っていう安心感、そしてワクワクするんですよ。これね、危ないですよ、気をつけた方がいい。これはね、恐れに保険をかけてる状態だから、その安心感とその自信は偽物です。だから自分にが力がないから、その人たちとそのものに頼っている状態だから、自分に力がありません、だから自分には人気がありませんって自分で烙印をしてるから、そういう状況を作り出すんです、自分で。だからなんかその時は、あ、私がにこんなに素晴らしいものを用意したのに、私がや手掛けたらなんかダメだったって、人気がないんだ、価値がないんだってなるんじゃなくて、あ、恐れに保険かけてワクワクしとったなって、あ、もうこれ完全に自分がちゃんと腹くくって前に出て、もうすべてその辺を捨てて、もう立ち上がるしかないっていうタイミングなんですよ。下手な歌を歌うしかないんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、そういうことなんですよ。でそれに気がついて、私その次のシンデレラプロジェクトはもう一人でやろうって、もう一人でやるって決めて、覚悟で自分がもう前に立って、そういうものに頼らないってやったら、やっぱりその、1年2年と無事に開催することができて、いきなり400人が2000人3000人になったもんね。もうすごい分かりやすい。でしーちゃんも今回のその A じゃないか文化祭、ちょっと前にさ、あれをやったでしょ、吉本坂46の選挙、あん時の湧き具合がすごかったんですよ。だって全然芸歴もないし、テレビにも出てないし、年もいってるのに、あ、ごめんねちょっと言おうか迷ったけどね、なのに、第二次かなんか1位だったよね、3次と4次、本当のアイドルで抑えて1位だったんですよ。ネットの私たちの声がもう湧いたんですよ、しーちゃん頑張れみたいな。でだったらその人がやる A じゃないか文化祭、同じ現象が起きてもいいはずでしょ。なのになぜ今回と前と何が違ったかというと、あの時は孤高の戦士だったんですよ、この人もう誰にも何も頼るものがないみたいな、事務所もバックアップをしてくれないし、私は年齢も上だし、芸歴もないし、踊れない、歌えない、もうだから脱ぐみたいな脱いでたでしょ、もう父垂れてんの気になるけど脱ぐみたいな、あれをやったから、そのすごい応援が入った。あ